タラソーナは、スペインアラゴン州サラゴサ県のムニシピオ。タラソーナ主教座が置かれている。ローマ帝国時代、タラソーナは、ローマ市民で占められた繁栄した都市であった。その頃の名はトゥリアソであった。ローマ帝国衰退後に、市は衰え、後に8世紀初頭に、イスラム勢力の支配下に入った。アラゴン王アルフォンソ一世によるレコンキスタで1119年に、 解放されると、タラソーナ市教座が置かれた。12世紀初頭に、フランスフーゴシック建築のタラソーナ大聖堂の建設が始まり、1232年に終了した。アルフォンソ一世の死後、タラソーナは、カスティーリア王国、ナバラ王国、アラゴン王国の間の辺境に位置する町となり、戦略的要所とされた。中世の間、市の人口を占めていたのは、キリスト教と ユダヤ人、イスラム教徒が共存する多様な社会であった。イスラム教徒の存在が地元の建築に影響を残した。大聖堂そのものは後にムデハル様式で再建されている。モリスコが追放された時には死は危機的状況に陥った。アラゴン王ペドロ4世とカスティーリャ王ペドロ1世が争ったロスドスペドロス戦争時代には市はカスティーリャ軍に9年間占領され、 この時期に大聖堂が損傷した。20世紀、タラソーナはマッチと織物の主要産地であったが、これらの産業は1980年代に別のものに変わった。ありがとうございます。